맘에 띵! トイレンジャー、ハサミ女の秘密。かわいそうに。ラミ、どうしたんだ？ため息なんかついて。何か心配なことでもあるの？バックス、あの噂聞いてないの？何の噂？あのね、夜中に髪の毛を切るハサミ女が現れたっていう話。ハサミ女？嘘だよ、ラミ。ハサミ女なんかいるもんか。ううん、本当よ。友達のジェーンを知ってるでしょ？うん。ジェーンも朝起きたら髪の毛がバッサリ切られていたんだって。そんな、寝ていてガブでもくっついたんじゃないの？それで仕方なく髪の毛を切ったけど恥ずかしくて嘘をついたんじゃない？違うわ。ハサミ女に髪の毛を切られたという子は一人や二人じゃないんだから。大丈夫だよ、ラミ。ハサミ女なんていないよ。マックス、マックス。うわ。ハサミ女？窓を開けるんだ、早く。ん？ボブ、こんな夜中にどうしたの？マックス、悪いおもちゃが現れた。すぐに出動するんだ。真夜中だよ。寝る時間じゃないか。正義の味方に昼も夜もあるものか。あの子の名前なんだっけ。誰だよ。そう、ラミー。ラミーが危ない。え、ラミーが？ラミー、ラミーを助けないと。でも追いつけないよ。あれ、マックス、まだこんなところにいたのか。さあ、これに乗っていけ。早く行ってよ、ラミー。わしよりうまいな。ラミー、ラミー、なんだここの木は。しっかりしろ。へい。はい。すぐに助けてあげるから。へい。ラミ、大丈夫？は。うっ。うわー！トイレンジャー、君たちの出番だ。トイレンジャー、ロディ、ジュリー、ウィル、ウィル。ロティ、マックス、大丈夫か？うん。やあ！マックス、あとは私たちに任せて。ウィル、髪の色変じゃない？おしゃれのつもり？さっきは髪の毛がなかったのに。まさか子供たちの髪を切って作ったカツラ？ロティ、やウィル、ウィル。
ウィルリー。え、私の髪の毛を切るなんて、うう許さない。やあウィルリー。やあやあ、ロティ気をつけて。あの化け物のような髪の毛をなんとかしないと。髪の毛、そうだそうだ、髪の毛をノリでくっつけてやるんだ。ロティ、このノリを受け取って。なんでノリ。そうか、マックス。髪の毛をくっつけてやる。ウィルリー、じっとしていろ。ゆるくなった。ウィルリー、ここからは私の番だわ。やー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 、やー、あい、ウィルリー、ウィルリー、ウィルリー受け取れ。みんな大丈夫？マックス、ノリはすごくいいアイデアだった。ああ、ノリを貼っている途中で眠ったことがあるんだ。その時、髪の毛にノリがくっついてすごく大変だったんだよ。ウィリー、よくやったよ。ウィリー、マックス、悪魔ステッカー。あ、そうだ。やっぱり捨てられたおもちゃの悲しい心がこんなことを起こしたんだね。まるで私のことのようだわ。え、もしかして君が片目を失ったのは。昔の話はやめて、早くラミーを救い出して家に連れて帰らなきゃ。あ、わかった。ラミー、ラミ、もう大丈夫だよ。ハサミ女は消えたから。
トイレンジャー恐怖のバス。あれ?なんで開かないんだ?他の窓も全部閉まってるな。みんな変。少しも動かない。運転手さん、降りるよ。ここで降ろしてください。運転手さん。わしの代わりにトイレンジャーのアシスタントになってくれないか?僕がアシスタントだって?ダメだ。きっと夢だ。夢?僕は運動神経も良くないし、勉強もできないし。そんな僕がトイレンジャーのアシスタントだなんて。マックス、僕たちも最初はそうだったんだよ。どういうこと?私たちも元は壊れたおもちゃに過ぎなかったわ。子供たちに捨てられたゴミだったのよ。でも今は人々を助けて悪者を退治する正義のトイレンジャーとして活躍している。ウィリー。だからマックス、僕たちを信じて。僕たちはトイレンジャーだ。危うく事故に遭うところだった。あんな乱暴な運転をするなんて、あのバスはなんだか変だな。悪のパワーが出ている。ええ、確かにリリの仕業に違いないわ。え?バスを止めないと。マックス、バスを追いかけて。わかった。よし、今だよね。トイレンジャー、来た!トイレンジャー、ロティ、ジュリー、ウィルウィル。止まれ、バス。危ない、ロティ。僕を無視したな。おい、ウィル。うわウィリー、ぺちゃんこになるところだったじゃないか。ウィリー、ロティ、それどころじゃないわ。あそこを見て、バスの中に子供が閉じ込められているわ。助けて、助けて、ここだよ。私が子供を助けるわ。いやー、うわあ。したらいいんだ。ああ。わ。うん？そうだ、あれだ。ロティ、ジュリー、ウィリー、いい方法がある。アドバルーンを使うんだ。できるか？なんとかやってみるわ。ロティ。おい、もう一回勝負だ。やー、おい、やロティ、かかった。うわうわ、成功だ。うわあ、
ロボットが浮いてくぞ。あの子を助けないと。私に任せて。やあ、助けて。高すぎるわ。よくやった、ウィリー。子供は無事だよ。ウィリー、あれを見て。マックス、あとは君に任せた。悪魔ステッカーを剥がせばいいんだ。そうだ、悪魔ステッカー見つけた。お前はもういらないよ。新しくてかっこいいおもちゃがあるからね。マックス！あれ？今変なのが見えた。それがディディの魔法にかかった理由だろう。じゃあこれはあの子が捨てたおもちゃだったんだな。初めての出動だったがよくやった、マックス。そうだね、かっこよかったぞ。アドバルーンのアイデアも、ま、悪くなかったわね。うん。ウィリー、ウィリーよくやったって褒めてくれるの？ウィリウィリ違うって。トイレンジャー、ブロック軍団を防げ。大切にしていたものをむやみに捨てるとどうなるか、とくと見せてやる時だな。俺様の魔法がお前たちを助けるだろう。行け、ブロック軍団。堂々と出て行って好きなだけ壊せ。ジディはどうしてあんなことするんだ。なんでおもちゃを悪いことに使うんだ。さあな、ボブから聞いたが、ディディはおもちゃを大切にする子供だったそうだ。それなのに欲しくても持てなかったおもちゃを大事にしない子供たちに腹が立っておかしくなったそうだ。でもおもちゃを使ってみんなを苦しめるのは卑怯じゃないか。ディディはおもちゃを大切にするんじゃなく悪いことに使っているんだ。あれなんだ。助けてくれ。街灯と木が動いている。危ない、マックス。なんだブロック？車？マックス、逃げろ。助けてくれ。そうよ、前とは比べ物にならないくらいとても恐ろしい感じ。すごく強い。僕たちもディディの魔法の影響を受けているかもしれない。どうしよう。でもトイレンジャーのアシスタントのマックスがいれば絶対ディディに操られないから心配しないで。だけど。マックス、早く逃げろ。これじゃ捕まるわ。ピッチがどうして。道路がおもちゃのブロックだ。
大丈夫。マックス、追いかけてきた奴らが倒れた。よし、今だ。トイレンジャー出動だ。トイレンジャー出動。トイレンジャー、ロティ、ジュリー、ジルウィル。が捕まるなんて、どうするか。ボブ、僕がロティを助けるよ。ジュリー、フィリー、行こう。マックス、むやみに行くとロティのように捕まってしまう。それじゃあロティを見放すのか。違う、助けなきゃ。でもなんか特別な作戦がないと。悪いおもちゃを操る。リリーを閉じ込められるなら、悪いおもちゃを止められるかもしれない。あ、誰？ローティー？え？ローティーが帰ってきたの？ウィル？ローティー！無事に帰ってきたんだ！え？ローティー、どうしたんだ？ローティー？トイレンジャーのアシスタントマックス！やっと会えたな！ハハハハ！ディディか？この悪者！ローティーに何をしたの？ローティー！しっかりして。うわ、ジュリー大丈夫？ロティ何するんだ？ボブ、ロティが変だ。マックス、ロティは魔法にかかっている。え、今さら気づくとはな。思ったより鈍いな。じゃあ全員出てこい。うわまだ。いくら頑張ってもお前たちはブロック軍団に勝てない。こんな弱いやつがトイレンジャーのアシスタントだと。トイレンジャー、お前たちもこんなやつは捨てて俺様の魔法にかかれ。いや、ウェレウェレ、ディディやめるんだ。マックス、マックス、僕たちに力をくれ。僕たちがトイレンジャーになれるようにしておくれ。君たちが。やあ、トイレンジャー出動。頼むぞ、トイレンジャー。ダメだ、捕まえろ。あいつを捕まえろ！捕まえるんだ！やった！
僕は何してたんだ。あいつ。いやあ。あもうよ。やめてディディ、もうおもちゃを利用しないで。俺様がこれぐらいで諦めると思うか。いやあ。エヴァだ。この不届きなゾンビ、恩知らず。俺様を閉じ込めるつもりか。はあ、よかった。マックス。マックス、大丈夫？ああ、ロティ、ロティだろ？すまない、マックス。ジュリー、ウィリー、ボブ、ディディの魔法に勝てなかった。ロティのせいじゃない。マックスと離れれば離れるほど魔法にかかりやすいからな。そうよロティ、戻ってきてよかった。ウィリーウィリー、ジュリーウィリー。でも私に放ったパンチは忘れないわよ。マックス、うん、本当にありがとう、トイレンジャー。私たちもう元の姿に戻るから。マックス、ずっと忘れないから。忘れないよ。僕も会いに行くよ、ボブの店にね。本当にありがとう。あーこいつら、あーなんだ、どこまで上がるんだ。このままじゃ宇宙まで飛んでいくんじゃないか。ダメ、あーダメー。トイレンジャーベーゴマの怒り。わあ！いけ！負けるな！わあ！ジャック、そんな古ぼけたベーゴマで僕のゴールドドラゴンに勝てると思う？いつのベーゴマ持ってきたんで？こいつのせいで負けた上にバカにされたじゃないか。こんなボロゴマいらない。えい、おいおい、ボロゴマとはボロゴマにやられてみてはどうだ。へえ、ボブ、ここにあるものは本当に捨てられたおもちゃだったの？新品みたいだ。すごい。へへ、そうかい？よかったな。じゃあ、子供のお客さんを待ってみるか。きっと、いい子が買ってくれるよ。うわ、怪物！こら、大丈夫だ。出ておいで。え？ボブ、これは何？ジェルモンスター。え？わしがあれこれ混ぜて作ったんだが、どういうわけか伸びたり縮んだり形を好きに変えられる能力を持っているんだ。うわ、不思議。なんだかかわいいね。え？何？マックス、悪いおもちゃが現れた。空公園に出動しろ。え、はい。マックス、あれは普通の竜巻じゃないわ。ディディの悪のパワーよ。え、それじゃあれが悪いおもちゃ？まったく。いやあ！大丈夫？うん。トイレンジャー、君たちの出番だ。マックス、気をつけて。はっ！いやあ！してよ。
え、だ、大丈夫？え？結構やるじゃないか。ウェレ、ウェレ！よかった、ウィリー。待って、あれは何？ベーゴマ？竜巻の正体はベーゴマだった。パンチを食らえ！うわあ！や！ロッティ、やったね！どうだ？待って、あれを見て。パーツが集まってきてる。これで動けないわね。なんだ？どこ行くんだ？博物館に向かっている。あんな悪いベーゴマが博物館を襲ったら、展示物がすべて粉々になる。どんな手を使ってでもあいつを食い止めないと。だが強すぎる。あんなすごい回転をどうやって止めるんだ。回転？そう、それだよ。どうだ。よし、いけるぞ。トイレンジャー、ベーゴマの方向を変えて。わかった。え、もっと大きくなった。どうしよう。そうだ、ボブ、助けて。トイレンジャー、君たちはベーゴマを博物館に誘い込むんだ。ジョニー、この方法で倒せるか？マックスを信じるわ。今までもうまくいったからね。こっちこっち。ボブ、できた？ああ、マックス、用意できた。今よ。終わった。ありがとう。今まで長い間バトルで活躍してくれたのに、一度負けただけで捨てられるなんて。マックス、ジェルモンスターをこんな風に使えるとは知らなかったよ。すごいな。ううん、ボブとトイレンジャーがいなかったらうまくいかなかったよ。あらあら、私たちのおかげってこと？トイレンジャー、シャボン玉を割って。トイレンジャーの隙にはさせないぞ。どんな手を使ってやろうか。
何がいいか？亀のおもちゃ。いやいや、スプリングのおもちゃ。弱い弱い。何か、何かないか？ん？あ！やっ！ひぎて、よー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 。わー、僕もやらせて、ねー。ダメ。ほう、これだこれ。トイレンジャー、さすがに今度は俺様の邪魔をできないだろう。さあ食べてごらん。うわー、すごく美味しいわポポ。じゃあこれも食べてみるか。はっへへ。あ、あ、あ、ふっ。ワックスおかしい。ボブ何したんだよ。液体窒素のお菓子。液体窒素は温度を下げる性質があって、アイスクリームを作ったり、こんなに面白いお菓子ができるんだ。子供たちが好きそう。そうか。マックス、悪いおもちゃが現れた。すぐにバラ公園へ行け。わかった。なんだ、子供たちは空中に浮いている。マックス、危ない。うわっ、うわっ、マックス。そうだそうだ、いいぞ。あ、ディディ、ついに姿を現したわね、ディディ。マックス、しっかりして。マックス、悪いおもちゃとディディを退治しないと。ディディだって。うわっ、うわくらえ。やっ、トイレンジャー出動だ。トイレンジャー出動。トイレンジャー、ローティー、ジュリー、ウィルウィル。ウィル。ブー。よくやったウィリー。やつらを潰してしまえ。やあ、攻撃も効かない。助けて。マックス。あ、どうしよう。そうだ、ボブ助けて。ロッティ、シャボン玉がだんだん空に登っていく。早く助けないと。だが割る方法がない。とても硬いんだ。ウィリー？ウィリー！ウィリー、僕のパンチでもビクともしないシャボン玉だぞ。よくやった、ウィリー。ウィリー、ウィリー。やあ！悪いおもちゃは倒したが、あのシャボン玉をどうやって割ろうか。ロティ。はあ、用意ができた。
ウィリー、ちょっとだけ我慢しろ。いいぞ、ウィリー。頼む。ゼリーモンスターも連れてきたよね。もちろん。さあ、今度はお前たちが活躍する番だ。やあ！やあ！うわあ！えい！やあ！あいつが脱出した。液体窒素が全部なくなったみたい。最後の液体窒素なのに。どうしよう。マックス、ラビー、それは。やあ、ウィリー、ウィリー、ジュリー、今だ。やあ、さあたくさん食べて。うわあ、やっぱりお前も捨てられたおもちゃだったな。マックス、大丈夫？ラビー、お菓子を持ってきてくれてよかった。そうだな、悪いおもちゃを退治するのに随分助かったな。そんな何笑ってる。いつもいつも邪魔しやがって。これ以上笑えなくしてやるぞ。おもちゃ軍団の凄さ見せてやる。トイレンジャーとマックス、お前たちだけじゃなく、捨てるということがどういうことか、すべての人間に分からせてやる。チャンネル登録してね。